あれ、これ乗れないの？乗れそうな気がするけど、あ、びっくりした。びっくりしたじゃん、お前。来んなよ。なんだよ。めっちゃびっくりしたじゃん、今。はい、どうも、おかみさんです。いつもご視聴ありがとうございます。ということで、やってみましょうか。昨日言ってた通り、今日は、町の向こう側にはね、町通り過ぎてずっと向こうにあるガソリンスタンドをちょっと襲撃に行きましょう。で、そこでエアフィルターとかあればいいかなという感じですね。あるかな、車両用エアフィルターね。クレートの中に入ってればいいけどね。まあ、車もいくつかあるんで、車を分解してみて、まあ、どうかっていう感じですね。はい。まあ、ちょっと遠いんで、じゃ頑張って行ってきます。はい。はい、やってきました。ここですね。なんか前とちょっと変わりましたね、建物ね。ずっとすっごい昔、アルファ16かなんかの頃、ここに住んでたことあったんですけど、その頃とはちょっと形変わりましたね。で、前に何もなかったんですけど、電気屋さんが前にできてるね。電気屋さんが正面にできてますね。はい。この看板は前もこんな感じだったかな。まあ、とりあえず行ってみましょうか。懐かしいっちゃ、この場所的には懐かしいけどね。行きましょうか。こんにちは。このギターさ、見えないんだよね、なんかね。ギター見えないんだよな。あそこに誰かいるじゃん。いや、これはちょっと一発これでかましとこうか。はい、そして、まあ、下に行ったらまたいるんだろうね。多分ね。下にいるだろうな、きっと。上にはいないね。下からやるか。下のやつは出てきそうだけどね、普通にね。こっから撃てる？ああ、湧いてないか。下に行かないと湧いてこないパターンか。よいしょ。降りてったら湧くでしょ、多分。湧いた？湧きましたか？ああ。お前一人か？一人なわけないでしょ。もっといるでしょ。もっといるでしょ。もっといると思うんだが、カランカラン。声はしてますね。声はしてるけどね。この辺にいる？いないね。あ、繋がってんだっけ、こうやって。あ、そうかそうか。で、向こうに行けるんだ、中に。ただ、あ、いたいたいた。よっしゃ。ガレージ予想外に人少ないですね。もっといっぱいいるかと思ったのに。予想外に人いないな。じゃん。ほう。まあ、こっから多分室内に入っていくんでしょうね。そうか、意外と人いなかったな。そしてクレートないのかな。この下にもなんかありそうだけど、ないか。あ、ないね。あ、意外とクレートないね。意外とないな。あ、ないね。あさるもないね。あ、ないな。マジか。そこに椅子があるけど。ちょっと上も一応見ていきましょうか。上まだ漁れるでしょ。エンジン。エンジン解体するとエンジン取れるんだよね。取れた。本当に取れた。これはゴムか。わざわざレンチでやる。あ、ホイール取れた。これはこれ鉄か、ただの。これただの鉄ですね。で、これ見たっけ？あ、これ見てないね。にゃん。おう。まあ、とりあえず、なんだっけ。え？硬い。とりあえず、アローヘッドは今持ってても、しょうがないっちゃしょうがないけど、何もやりようがないからね。しょうがないんですが、種パック。種パックあんの？
種パックびっくりだね。ね、種パックちょっと意外ですね。で、水があって、まあ、ここのドアはもう破壊しましょうか。以上か。車は？車。車ばらすとちょっと荷物いっぱいになるんで。ん？あ、ブロークンか。壊れてんのか。まあ、いまいちだね。結構もうすでにいろんなもん取っちゃいましたけど、いまいちだったな。今一つでしたな。あ、しまい、下痢になっちゃった。速攻下痢になった。ここ開けてこう。まあ、中から、下から行っても、この先の、この先の穴から出てくるだけでしょ。ね、そっから出てくるだけでしょ、多分。はい、こんにちは。こんにちは。はいはいはい。大気ご苦労さん。ちょっともうすでに重たい。あ、また俺、またあれ持ってくの忘れちゃった。なんだっけ。ステロイド。ここにないかな、ステロイド。じゃん。なかった。またステロイド忘れてきちゃった。帰るの大変だな、この距離。まあ、どっかに置いてこうか。あ、置けないんだっけ、これ。このゲームは置けないんだったか。よいしょ。ここもぶち破っていきましょうか。突撃するか。こうやって行くもんじゃないんだけどね。ん？声がする。あそこ開いてんだっけ？ここ開いてるんだ。これ外でしょ、でも。だよね。ですよね。上に行けるんだっけ？おっちゃんが。おっちゃんが佇んでおりますが。じゃあやってくるか。へい、親父。クローラーがいて。静か。静かだな、お前。もうちょっとなんかギャーとかわーとか。いや、言わないんですか？ご苦労。わざわざやりやすい位置に上がってきてくれた。で、もういないのかな？あ、いるね。上か。あ、違った。下だった。ああ、二人か。そんなに寄ってくんなよ、お前。そんなに寄ってこないでくれるから。なんかトイレか。あそこトイレでしょう、多分。叩くなよ。扉を。扉壊さないでくれるかな。これ外？あ、階段か。誰もいない？誰もいないね。ちょっともうすでにもう重たいんだが。もうすでに重たいんだけど。ここは？ああ、そういう感じ？はい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 。薬棚結構あるね。カナビス。カナビスだ。あ、これは分解だね。もう。で、あ、上にも一応、あ、あそこにプレートあるね。届くか。微妙すぎる。よっしゃ。じゃん。おう。ジェネレーターバンク入ってた。これはちょっともう動けないじゃん俺。もう動けないよ。もう動けないんだから、ちょっと。あ、あったあった、ステロイドあった。早速使いましょう。よしよしよし。なんで薬棚こんなにあるんだろうね。ガソリンスタンドなのにね。何回かに分けた方がいいか、それかなんか、
箱作れないからな、これな。手軽にね。中身だけ確認して、あ、ジュースあった、ジュース飲んじゃおう。よいしょ。で、まあ、こういう棚にはあんまりろくなもん入ってないんですけど、だよね。だよね。ろくなもんないよね。ろくなもんない。ちょ、待ってよ。これの効き目があるうちに、ステロイドの効き目があるうちに、ちょっと家一旦帰ってステロイド持ってこようか。ブラスヒンジ入ってた。珍しい。これ何分だっけ ?10 分だっけ ?12 分。あ、なんか増えてるね。あ、なんだこれ。あ、フィストウェポンか。まあまあまあ、でもまあ、読んどこう。で、塩。よいしょ。フィストウェポンはもうさすがに拳縛り。あ、またあった。ショットガンウェポンズ。まあ読んどきましょう。読んどきましょうか。よいしょ。まあフィストウェポンはもうさすがに拳縛りじゃなくなったら使わんでしょう。ね、さすがに使わんでしょう。使うかな。いざという時使うかもしれないけどね。なんか物音がしたような気がしたけど、気のせいかな。ジュースがなんか結構あるね。コーラが。コーラ結構あるぞ、なんか、なぜか。ん?まあ、でもその辺、そんなもんか。ああ、まあまあそんな感じですね、どうやらね。こっちも漁れる、一応。はい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 。ゴミ箱は?トイレ。トイレ何もない。水があるだけ。薬棚はないのね。この扉壊したいとこですけどね。男子便所。うんこ。うんこいらないか、もう。もういらないか。ファーミングチャプター終わりましたからね。捨てちゃうか。まあでもそんなもんか。そんなもんでしょ、多分。以上ですか?あ、ここは漁れないんだね。これは漁れるのか。ロックピックだ、ラッキー。こっちのトイレ行ってないですね、まだね。で、財布か。空だ。空だ、空だ。コーヒー。今更コーヒー。もうコーヒーいらないけど。ここは見たね。あ、見たか。あ、これ、言ってないか。で、これ、外か。あー、外ね。あれ、これ乗れないの?乗れそうな気がする。あ、びっくりした。びっくりしたじゃん。お前、来んなよ。なんだよ。めっちゃびっくりしたじゃん、今。ほら。めちゃめちゃびっくりしたじゃないか、今。本当に。めっちゃびっくりしたわ、今、マジで。よいしょ。じゃあ、ここに乗れるかなってね。乗れるじゃん、やっぱり。でも乗ったところでって感じか。乗ったところでどうしようもないか。あそこの窓は開いてる。あそこからなんか入れんのか?ゴムもらってみましょうか。ホイールと。で、これ、漁れる、一応。おー、ヘッドライトとかね。あんまいらないな。これは関係ないの?関係なさそうだね。あー、危ない、危ない、危ない。関係なさそうだね。タイヤはまあ、もらっておくとして。これ、いいのかな?あ、ここが繋がってるのか。別にこっから入らなくてもって話だな。あと何分?あと8分?ちょっと一旦戻りましょうか。入れないぞ。
ちょっとステロイドの効果があるうちに一旦戻って、ちょっとまた戻ってきますね。ちょっと待っててくださいね。一瞬で戻ってこよう。一瞬で速攻で。あ、エアフィルターあった。車両用エアフィルターやったね。もう一個だ。一個じゃダメなんだよ。二個いるんだよね。そうか、車の中に入ってんだ。車の中に入ってるのね。じゃん。あ、お前はゴミだったな。お前はゴミだな。グラムスティックも別にいらないから、まあ入れとくか。ちょっと一瞬で戻ってきますね。ちょっと待っててくださいね。はい、戻ってきました。戻ってきた。ラゾンビがいる。戻ってきました。一応荷物全部置いて、荷物類は一応全部一回置いて、でご飯も食べて、ご飯持って、やってまいりました。で、一応ね、あれ持ってきた。ダンボールストレージ。ダンボールストレージをね、持ってきました。まあ余ってるんでね。ダンボールストレージ余ってるんで一応持ってきました。なので、どこ？こっちが、この辺のドア、まあ、この辺にダンボールストレージを置いて、そこにちょっと並べとくか。まあ、もっとこっちの方がいい？わかりやすいところに置いとく？これダンボールストレージをね、持ってきたんで。まあ、この辺に置いて、よいしょ。壊されないようにね、2個ぐらい。何？何おばさん、なんか用ですか？なんか用ですか？で、ここにちょっとこれに、まあ若干入るんでね。こう、必要じゃないもん、ここに入れて、これ飲んじゃうか。また下痢になるかな。大丈夫か、大丈夫だった。まあ、ここ入れといて、で、行きましょうか。この辺は分解しよう。分解しちゃおう。これも、こいつの中にエアフィルター入ってたんだよね。エアフィルターちょっとありがたかったけどね。解体しても手に入らないんだね。ワンチャンバールだったら取れるかもしれないけどね。バールだとエンジンの部品ね、キャブレターとかさ、手に入るもんね。バールが出てくるのはもうちょっと後だろうなという気もしますが、まだしばらく出てこないでしょ多分。わからんけど、わからんけどね。結局ルートというか出るアイテムってさ、ゲームステージによって確率は変わるんですけど、どこのステージでもゼロじゃないからねゼロじゃないですからね。どのだからゲームステージ1でもさ、10出るときあるしさ、ただ確率はめちゃめちゃ低いんで、ステージ上がった方が出やすいけど、結局ゼロじゃないですからね。よいしょ。ということで、ステロイドも持ってきたんで、これね、4つ持ってきた。ステロイドもちゃんと持ってきましたよ。なんかすぐいっぱいになりそうだな。まあいいか。ちょっと待って、グラムスティック、まあいらないわ。よし。行きましょうか。もうここ叩き壊しちゃうか。これ叩き壊していこう。まあ別にここに住むわけじゃないからね、もう。住むわけじゃないんで、全部打ち壊していきましょう。紫金地も取れるんじゃない？取れないかな？取れなかったわ。で、上に行きたいんだよね、多分ね。多分ね。私、上に行きたい。あ、こんなところにカバンある。あ、ここは漁ってないね。空じゃん。ここは漁ってないわ。あれ？この上のカバンは？あ、来た。スカートか。マジいらないな、それ。それいらないな。で、こっから上かな。こっから上ですね。で、そこにクレートあるな。タープ。ここにクレートありますね。何クレート？バコンしちゃうか。バコンすると板取っちゃうからあんまり好きじゃないんだけどね。板いらないんだけど。ああ、ファイアアクス入ってた。まあまあまあ、まあいいや。
行きましょうか。じゃあこういうのもカラカラうるさいんで、はいどうも。あ、応接室みたいになってんの。あ、そういう感じ。あー、盛大に落ちてきたね君たち。盛大に落ちてきましたねあ、そうか、これあれだね、ウィンタープロジェクトとかでよくこの手のガソリンスタンド行きましたね。そういえばね、そうだねウィンタープロジェクトでよく行ったね、この手のガソリンスタンドね。じゃん、ペインキラーか。ということはもうすぐ終わりじゃない、これ。もう終わりだよ多分そんなに見るもんなかったな。エアフィルターが取れたのはまあラッキーっちゃラッキーだけど、そこまでだったな。大したことなかったなこれ踏んだらバリッと。これ何これ、オールドニューベンダーオールドニューベンダーなんだこれ。あー、新聞。ここはトイレかな。ここトイレですね。誰もいない、誰もいないね。人ですか。あー、薬だな。あった薬だな。あ、空だ。ゴミ箱も空だ。あ、ステロイド入ってた、ラッキー。ステロイドラッキーですね。まあ4つぐらい持ってるんで、もうさすがにね足りるでしょ。4つも持ってたら何とでもなるでしょ。なんか思ったよりないかもね、ルートはね。もうここで終わりでしょ。あと外にちょっとあるのと、ねえ。ここは見た。あ、ここコーヒーメーカーまだか。あ、コーヒー入ってた。まさに。出来上がってるコーヒーのが個人的にはいいんだけど。作れないからね、まだね。まだ多分作れないんじゃないかな。まだ落ちてくるような気もしないでもないが。あ、古本がある。古本。あー、古本ですね。あ、古本ですね。いらないわ。まあ、クエストでね、まあ、この間も言ってましたけど、これは集めろっていうクエストがあるんで、それをやるには本当は取っといた方がいいんでしょうけどね。取っといたら一瞬で終わるからね。瞬殺ですからね、残しといたらね。ということで、そっからもう外じゃなかったっけ。あ、でもなんかマガジンが入ってた。何マガジンこれ。ライフルウェポン。あ、いいね、ライフルウェポンね。読みましょうか。これもいらないんだよね、これ。解体だな、これ。使いようがない。よし。で、違うな。で、ここになんかあるな。ここになんかあるぞ。取れないの、これ。取れないんか、これ。あ、取れる、取れる。よいしょ。あ、はいはいはい。で、で、ポンチョ。紙か。で、こっからもう外だよね、多分ね。だよね。ふむ。ファイアークスとこ行った、あった。まあまあまあ、そんなにでもないか。そんなにきつくはないね。持ち物的にはね。ここ崩れるんだっけ？崩れない。ギッタン箱を作って。崩れない。やっぱ崩れるじゃん。崩れるじゃん、やっぱり。そしてそっから誰か出てくるでしょ、この辺から。そうやって、ステロイド、準備、ステロイド置いた、あった。さあ、来い。誰か。走っては来ないね。鳥はいないのか。あ、まだいる？他にもいる？他にもいらっしゃるか。どこにいるの？
あれいないじゃん。声したけどね、なんかね。あれ気のせいか、下か。あ、いた。どっから来たの、お前。どっから来たんだ。以上ですか。これといって荷物はないんだね。これだけだね。こっちにも、ああ、こっち誰かいるね、まだ。声するな。あ、鳥がいるわ。鳥がいた。ああ、二人だけか。よいしょ。以上ですか。以上。あ、まだ上があるのか。まだ上があるみたい。この薬漁っていこうか、とりあえず。じゃん、添え木。こっからはもう行けないね。ここなんかいいね、住むのにね。こういう大きいところね。縦に広いとかいいよね。で、あ、屋根裏だ、ここ。屋根裏行けるんだ、一応。なんかあるんだっけ？なんもないんだっけ？なんかあるよね、多分ね。多分なんかあるよね。見てこようか。しゃがみ？こう。こう行って、カバンがある。じゃん。うん。崩れるとこと崩れないところの違いがわからんな。落ちたやん。落ちたやん。あそこ全部崩れるやん。あそこ全部崩れたぞ。なんか、たどり着けないじゃん。クレートは落ちないのか。よいしょ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 。しゃがんで、入って。ここは崩れないんだね。で、ああ、もう行けないじゃん。行けなくなってるぞ。行けなくなってるぞ。どうする？こうだ。あ、ここはいけるんだ。こっから取る。ここから取る。じゃん。あ、まんま大したもんじゃなかった。大したもんじゃなかったわ。そしてもう行けなくなってんじゃないか、これ。ほっ、ほっ。あ、ダメだ。惜しい。惜しかった。あ、こっちじゃないな。こっちだな。あ、ダメだ、落ちた。惜しい。惜しいね。こっから上がるか。なんかまだゾンビの声するね。上にいるのか。屋上にいるのかな。これ直さないとダメだね、これね。よいしょ。さあ、ということで、あそこのはしごを登ったらもう終わりかな。クライマックスですかね、これ。ここ。これで終わりかな。じゃん。ああ、いっぱいある、なんか。あ、でも誰もいないの？あ、犬がいた。犬が一匹だけいた。ああ、クローラーがいる。以上？以上ですか？あ、以上みたいね。どうやらね。ここお宝ってことか。よし、じゃあちょっと中確認しましょうか。あー、もうまたまね。じゃん。あ、レンチの、あー、強いね、837。強いよ。なかなか強いよ。車両用エアフィルター。違った。これは？あ、これ鍵かかってんだ。開くかな？まあ、ロックピックが結構あるんで、20個ぐらいあるんで、大丈夫でしょ。開くでしょ。20個もあったら。20個もあったら開くでしょ。もう開いた。やっと開きました。じゃん。あ、ライフルストックがあったってことは、ライフル作れるな。これ何スコ？ 8 スコ。ライフル作れるわ、これで1丁。マークスマンライフルかなんか作れるな。作るか。この辺はいまいちだな。これは車両用エアフィルターをぜひ。
ぜひ、ぜひ、あ、違う、エンジンか。あ、いまいちだったな。これご飯か。これご飯ですね。これ犬だな。あ、犬。あんま犬もいらないんだけども。これは？これ殻だ。あ、なんかあんまり、いまいちだったな。いまいちでしたね。わざわざあの段ボールストレージ持ってきたんだけど。持ってきたけど今一つだったな。まあでもここはあれだね。昔よりさらに住みやすくなりましたね。ここ多分ね。ここに住んでたらもう最強じゃない？この一番上にね。ここ一番てっぺん。こういう立体的なのはね、ゾンビもなかなか上がってこれないからね。ねえ。よいしょ。まあじゃあということで帰りましょうか。こっから落ちたら痛い？大丈夫か？大丈夫だ。結局これ持ってきたけど、あ、もうでももう持てないか。持てないね。まあ何回かに分けて取りに行きましょうか。これとか取れないの？電気部品。取れる？まあ、バッテリーとかね、まあしょうがないね。オイルとかも取れないの？取れないんだ。へえ。じゃあ、まあ、これ飲んじゃって、パイプ取るでしょ？で、ご飯50、ああ、ちょっともうちょっと少ないのがあれば食べちゃうんだけどな。これいらないな。まあでもそんなもんか。これもいらないな。入ってるやつが欲しいよね。まあでもそんなもんすか。そんなもんだね。スカートいらないな。スカートいらないわ。スカートいらんな。いや、まあこれは持ってか、これ入ってないよね。これは持って帰るか。これだけ置いとこうか。はい、ということで、前の電気屋もちょっと気になるけどね。前の電気屋はまた今度行きましょうか。はい。ということで、じゃあ、ま、今回この辺にしときましょう。エアフィルターが1個取れたのはラッキーだったけどね。もう1個探さなきゃいけませんね。はい。ということで、じゃあ今回この辺にしておきましょう。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録などよろしくお願いします。おかみさんでございました。またね。